じゃあ、怪我してるわけじゃないんだな。ああ、怪我なんかしてねえ。じゃあなんで試合に出ないんだ。お前には関係ねえことだ。関係なくはない。俺はお前に借りがあるんだ。食堂での借りがな。昔のこと。とにかく俺たちグラノは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。ヒューガー、決勝には必ず出てこいよ。俺の言いたいことはそれだけだ。じゃあな。ドイツもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがって。マネージャー、すまんが例のものを持ってきてくれ。はい。うちの母ちゃん自慢のアミナドリンクだ。これをしっかり飲んで試合に臨めよ。やっぱり試合前はこれがないと始まりませんね、ガツグ。そうか。はい、松山君。おう、サンキュー。なんせわしらはこの暑さには慣れてないんだ。試合中、暑さでスタミナ切れにならんようにしなくてはな。でも大丈夫ですよ、監督。これまで故障者は一人もいないし、みんな気力も充実してます。今日も行きますよ。うん、そうだな。それに美人の奥さんの作ってくれたこのスタミナドリンクもありますしね。この野郎。よし、今日勝てば俺たちの第一目標であった南葛と対戦できるんだ。そのためにも南和をあっさりと下して。おう、頑張って秋山君。紹介るか。松山はこんなに後ろったらダメな感じ。あとはいいか。コンビプレートがないからな、そこがつらいな、普段は。
した松山頼むぜ。この距離からのイーグルショットだよ。強引なドリブルしてくるやつかもか。うわー、クソ、弾き飛ばされる。バーで止めれるかこれ。おお、いけたか。パワーヘイ、これはやばいかも。ちょっとさすがに止めるかな。なかなか強いな。でも頼むぜ。くそー、パンチングかよ。
かけるしかないか。やばい。なんとか止めろ。マジか。シェーくそ、この竹ってやつ厄介だな。こいつのボールが行ったら止めれねえわ。
クソ取られたか。もしないっす。ここはそこだもん。あ、全部頼んだぜ。もう君のイーグルショットにかける。山温存。そう、これこいつどうしようもないな。止めれんで。止めろ。くそ、吹っ飛ばされるか。なんとかしてくれ。よっしゃ。これなんとしてもクリア。何？マジか、それ来るか。うわ、危ねえ。よし、ここは一気にカウンターだ。しないっす。松山で決めてしまうか。まずスタミナあるし。さあ。ちょっと、あ、決めたかったけど。